ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。あ、すいません。本日の業務は終了しました。いや、今どちらまでって聞いたじゃん。あ、そうなんですけど、本日は解散になります。マジかよ。すいません。ご乗車ありがとうございます。どちらまで？横浜までで。横浜まで？はい。かしこまりました。渋谷って通りますかね？渋谷経由で行きますよ。はい。あ、運転手さん、ここで降りてもいいですかね。お客様まだ横浜ついてないですよ。いや、ちょっと体調悪くて早く降ろしてください。あ、かしこまりました。ご乗車料金1000円になります。はい、1000円で。はい、ありがとうございます。すいませんね、渋谷までありがとうございました。え、ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。あら、坊やパパとママいないのかな。パパとママなんていねえよ、早く渋谷まで行けよ。渋谷ですね。ところで坊やお金は持ってるかな。お金は気にすんな。おい、ゲームセンターが閉まるだろ、早く出発しろよ。ゲームセンターね。はい。今日の算数難かったな。この子お金持ってるかな。ご到着になります。いくらだよ？5000円になります。5000円なかったら大丈夫だよ坊や。はい。あれ坊や、これ5000円じゃなくて1万円って言うんだよ。そんなの知ってるよ。残りはお兄さんのチップね。チップ？じゃあな。ありがとうございます。ご乗車ありがとうございます。お客様昇格生ですか？いや、違いますけど。あ、本日改装になります。え？ご乗車ありがとうございます。運転手さん、ドアに書いてあった50キロまで無料って本当ですか？本当ですよ。うちは今キャンペーン中で50キロまで無料になってます。それめっちゃいいっすね。はい、どちらまで行きます？え、横浜って何キロですか？横浜ですと約30キロメートルです。あ、じゃあ横浜までで。かしこまりました。あれ、運転手さん、ちょっと遅くないですか？あ、本当ですか？うん。もっとスピード上げていきましょうよ。あ、かしこまりました。お客様、ご到着になります。ありがとうございます。あれ、お客様、ん？ご乗車料金の方が1万2000円になりますよ。おい、50キロまでは無料って言っただろ。あ、そうですよ。時速50キロまでは無料なんですけれども、お客様はスピード上げられたので対象外になります。あ。ご乗車ありがとうございます。どちらまで？空港までで。かしこまりました。あれ、お客様、もしかしてオリンピック選手ですか？あ、はい、そうですよ。それって金メダルですか？はい、金メダル取っちゃいました。おぉ、何の種目なんですか？あー、ちょっと脳みそを使う種目ですね。脳みそ？あ、ちょっと飛行機をくれるんですぐ行きましょう。かしこまりました。お客様、ご到着になります。はい。ご乗車料金の方が1万円になります。あー、ちょっと今日本のお金持ってないんですけど。え？よかったらこちらの金メダルお会計代わりでもいいですかね。いいんですか？はい。ありがとうございます。あとこれ僕の名刺なんで。あ、はい。すいません。ありがとうございます。やったー、夢の金メダルだ。あ、なんだよ、これプラスチックじゃねえかよ。種目名詐欺。あ。ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷まで。かしこまりました。お客様、ご到着になります。おい、俺は強盗だ。レジのお金を全部出せ。お客様、早くしろよ。はい、かしこまりました。うとうとすんなよ。はい、これしかねえのかよ。すいません。まあ、いっか。で、いくらだよ。え、いくらだよ。メーター動いてねえのかよ。あ、動いてますけど出してくれるんですか？当たり前だろ、お前。それとそれは別だよ。5000円になります。あ、ペーペー使えるか？使います。あ、ペーペー。あ、ありがとうよ。はい、ご乗車ありがとうございます。どちらまで？あ、やべえ、タバコ忘れた。ちょっとタバコ買ってきますね。お客様大丈夫ですよ。うちおタバコございますので。え、あるんすか？はい、こちらの番号からお選びください。じゃあ69番で。69ですね。え、はい、こちら69になります。はい、お客様の年齢の分かるものはありますでしょうか？あ、運転手さん、実は僕まだ19歳なんですよね。大丈夫ですよ、18歳から OK です。は、こちらになります。 ありがとうございます。運転手さん、これタバコじゃないじゃん。そちらは引き換え券になります。引き換え券？はい、それでは始めさせてもらいます。え、ご乗車ありがとうございます。運転手さん、ドアに書いてあった1キロ100円って本当ですか？本当ですよ。うちは今キャンペーン中で1キロ100円からやってます。おー、それめちゃくちゃお得っすね。どちらまで行きます？じゃあ渋谷までで。かしこまりました。はい、お客様ご到着になります。はい、1000円ぐらいですかね。いいえ、ご乗車料金の方が6500円になります。は？ 1 キロ100円って言っただろ。そうですよ、1キロ100円ですよ。え？お客様の体重65キロですよね。あ、はい、そうですけど。65キロかける100円で6500円になります。え？ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。かしこまりました。今大きいお金しか持ってないんですけど、お釣りって出ますかね？大丈夫ですよ、ご安心ください。十分お釣り用意してますんで。あ、ありがとうございます。はい、それでは参りますね。はい、お客様ご到着になります。はい、ご乗車料金では5000円になります。5000円ね。はいはい、10万円お釣り9万5000円ね。10万円はい。あれ、お釣り出ないのかな？そこまでのお釣りは準備してませんでして。あれ、十分お釣り準備してるんじゃねえのかよ。お客様、この中から1万円いただければ5000円のお釣りを出しますけど。いや、俺は10万円でお支払いしたいの。そう言われましても厳しくて。いや、お釣りが出ないなら俺も払えないな。ちゃんとお釣り準備しとけよ。あ、お客様、ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。かしこまりました。お客様、ご到着になります。はい。ご乗車料金の方が1万円になります。1万円ですね。はい。はい。ありがとうございます。
あれこれ、ゆきつさんじゃないじゃん。お客さん、これ日札だな。日札じゃないよ。それ本物だよ。どう見ても日札だろ。警察に通報するから黙って待ってろ。いや、違うって。もしもし、警察ですか。こちらタクシー運転手なんですけれども、お客さんが日札を使おうとしてて。いや、運転手さん、違うんだって。すぐ来てください。日札じゃないって。どう見ても日札だろ。黙って待ってろ。渋沢栄一さんだよ。渋沢栄一？新一万円札出たの知りません？え？ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。渋谷ですね。かしこまりました。あれ、運転手は？こちらは無人タクシーです。無人タクシー？誰が運転すんだよ。完全自動運転です。安全のためシートベルトを着用ください。シートベルトなんかしねえよ。バレねえもん。バレねえよ。もうすでにバレててくさ。ずっと監視してるよ。しとけしとけ。怖えよ。それでは出発しますね。はい、お願いします。お願いします。お客様ご到着になります。ご乗車料金は3万円になります。3万円ふざけんなお前、ぼったくりだろ。もう払わねえよ。出ようぜ。俺、お金わけねえだろ、アホたち。とっとと払え。どこに払えばいいんだよ。ボックスに金を入れろ。これかな。まあ1000円入れてもバレねえか。バレねえよ。それ1000円でくさ。残りの2万9000円も払え。払っとけよ。またのご乗車を待っております。出よう出よう出よう。今日も稼いだ、やれやれだぜ。ご乗車ありがとうございます。どちらまで？歌舞伎町までで。歌舞伎町のどちらまで行きましょうか？ホテル街だよ、ホテル街。ホテル街ですね。かしこまりました。お客様、ご到着になります。はい。ご乗車料金の方が5000円になります。5000円ですね。はい。ありがとうございます。運転手さん、1時間後に震度7の地震が来るんで。震度7の地震？うん。この辺り揺れると思うんで気をつけてくださいね。なぜそれをわかるんですか？え？今夜は激しくなるんで。あ。え？強い揺れに警戒してください。ご乗車ありがとうございます。あれ、酔っ払い？お客さんどちらまで？ああ、渋谷までで。かしこまりました。あれ、お兄さん、渋谷は右じゃなかったっけ？何言ってるんですか。お客さん左ですよ。渋谷は酔っ払ってますね。ああ、そうだっけ。お客様、ご到着になります。あ、お前だいぶ遅かったな。あ、かなり渋滞がございまして、お客様酔っ払ってて気づきませんでしたね。あ、そうだったのか。はい、ご乗車金額の方が3万5000円になります。3万5000円？はい。高すぎねえか、ちょっと。かなり渋滞があったんで、お客様酔っ払ってましたもんね。あ、そっか。はい、頂戴いたします。すいません。3万5000円ね。はい。ノンアルコールビールでショーまで来てもらう。ご乗車ありがとうございます。どちらまで？渋谷までで。かしこまりました。運転手さん、ちょっと寒いんですけど暖房つけてくれますか？お客様、今8月ですよ。いや、寒いって言ってるでしょ。早くつけてよ。かしこまりました。ちい、や、もっと上げろよ。寒いんだって。お客様、今車内35度ですよ。これ以上は。いや、お客様の言うこと聞けよ、お前。かしこまりました。早く上げろ。ちい、お客様、ご到着になります。ご乗車料金の方が。あれ、運転手さん、熱中症になっちゃったの？あ、じゃあお金は払えないね。ありがとうございます。すぐに渋谷駅に救急車お願いします。